こんにちは、日向陽一です。それでは今回も、聖書に学ぶ幸せな夫婦ということでお話をしていきたいと思います。今回はある、男性クライアントさんからの質問に答える形でお話をしていきたいと思います。タイトルとしては心理的児童虐待と責められた夫ということで、奥さんが、弁護士経由で、主張していることですね。私が子供を叱責し、精神的に虐待していたと、でたらめを言っていますと。私は虐待なんてしていません。妻の方が叱責がひどいと思っています。で、どうすればいいでしょうか。互いに互いを責め否定して子供を取り合うことに意味はあるのでしょうか。子供にとって両親が争うことほど悲しいことはありません。このままになってしまう恐怖と、こちらの正当性を主張することにより争いが起き、そこから憎しみと悲しみしか生まれてこないという、絶望があると。で、先生、神様教えてください。何が正しいのでしょうかと書いてくださっています。で、この状況で、何が起こってるのかっていうのをまず捉える、どのように捉えるかということが大事だと思うんですね。で、以前にもお話した通り、ここに人と人との、争いというのがあるわけですね。奥さんとこのクライアントさんの。そして、お互いやったやらないと。この子供を傷つけたっていうことを主張し合ってるわけですけど、で、神様はどう見てるかということをちょっと考えたいと思うんですね。で、お子さんたちに対してこのクライアントさんが傷つけたということを、傷つけてないと、むしろあなたの方が傷つけたでしょということを、言い合っているという状況なんですけど、で、聖書の言葉ですねを一箇所見たいんですけど、旧約聖書の第一サムエルの16章の7節というところですね。第一サムエル記16章の7節には、こんなふうに書かれているんですね。これは、次の王様を、イスラエルの王様を選ぶときに、背が高くて、体つきのしっかりした人を、選ぼうとした、預言者のサムエルに対して、このように神様が語られたんですね。サムエル記の、16章の7節。主はサムエルに言われた。神様はこの預言者サムエルに言われたということですね。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。というふうに書いてあるんですよね。で、人が見るようには見ない。この、奥さんは、彼女なりの視点っていうのを持ってるわけです。で、この視点は常に自分中心だっていうことなんですよね。だから自分が子供を傷つけたことっていうのは見えないわけです。自分中心なんで。自分の悪いところは見えないんですよね。で、このクライアントさん、男性クライアントさん、あなたも自分のやったことって見えないんですよね。だからどうしても、相手の方がひどいじゃないか。自分は全くやってないよ。っていうふうに思うわけですね。でも、これは、世の中の基準ですけれど、厚生労働省の、出している基準ですね。心理的虐待、児童虐待の定義と現状というふうに、ウェブサイトにありますけれど、心理的虐待っていうのは言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力を振るう。兄弟に虐待行為を行うなどが心理的虐待ということになっているわけですね。で、これか、どうとでも取れるっていうか、大きな声で叱ったりしても、もうこれ心理的虐待に入っちゃうんですよね。だから奥さんが心理的に虐待してたって言われた時に、脅したこと一回もないか、もしくは兄弟の間で差別的な扱いと取られるようなことを何かしたことがないかとかって考えると、もう全くこれやってない親一人もいないですよね、そう考えると。だけどこの奥さんの立場からしたら、もうこのあなたに対してもう罰印ついてますんで、何やってもダメっていう感じで捉えてるっていうことなんですね。で、人は行動しか見れないんで、お子さんのためを本当に思ってても上辺しか見えないんで、それは人間としての限界なんだということが言えるわけですね。そしてここで神様が介入してくるわけですけど、神様は心を見るんで動機を見てるっていうことなんですよね。だから神様は本当のことを分かっておられるということなんです。あなたの罪も奥さんの罪も、そしてあなたがお子さんたちを愛したことも、奥さんが子供たちを愛しているその思いも神様知っておられるんですよ。動機を知ってるんで。で、その神様に委ねる部分が必要だと思うんですね。これはここから少し、この3つのポイントから離れるわけですけれど、主張はしていいです、大丈夫です、いやそんなことしてませんと。で、そんなことっていうのが何なのかっていうこともあるわけですけど、これ主張をしてもいいんだけど、動機が何かっていうことなんですよね。相手と争うっていうのは、相手を負かそうとすることじゃないですか。相手を懲らしめようとする、もしくは相手の間違いを無理やり認めさせようとするということですよね。だから憎しみとか書いてくださったように、それはいけないことですね。ですけれど、奥さんも傷ついた、あなたによって傷つけられたということを認めている部分がありますので、責めること、否定することは意味はないですよね。ないというか、むしろ害になると思いますね。だから別の言い方をすると、全員にとって良い方法は何かということなんですよね。自分が何を願って、自分がどうしてほしいかということではなくて、一人一人の心を尊重しながら、何が一番いいことなのかっていうのを一緒に考えていくということですね。相手が自分を責めて攻撃的になったとしても、自分にやましいところがなければ、神様はそれを知ってますので、それを主張していいわけです。いや、私は虐待してませんっていうふうに言っていいんですよ。で、じゃあそれは何を指してるのかっていうことで、その行動があったのかないかは正直に真実を語ればいいわけですよね。で、奥さんが主張してることは、奥さんの視点から見た行動なので、奥さんが目撃した行動なので、もうそれはそれとして認めてあげるしかないわけですよね。でもその心は、動機はそうじゃなかったんだっていうことは主張していいわけですね。だからあなたは今争うか黙認するか、どっちかしかないと思ってるんですけど、その中間があるってことなんですよね。争わず黙認もしない、自分の正当だと思うことは正当だと主張していくということができるわけですね。で、間に弁護人の方々が立ってますので、このクライアントさんのケースの場合は。だからそれはお互いに主張してもらって、冷静に第三者の目を通して判断してもらえばいいわけですね。で、真実は真実なんで、それは神様の手の中にあるので、それを委ねていく。そして最終的にどういうふうになるのかはわからないですね。自分が願った通りにはならないかもしれない。でもその自分の心を神様の前に誠実に保つ。誰に対しても、神に対して誠実であれば、人に対しても誠実であるわけですね。だから神様の前に自分は何も悔い改めるべきところは悔い改めて、ごめんなさいと言うべきところはごめんなさいと言いながら、いやそうじゃなかった、そうではなかったっていうことは、それも神様の前に誠実に主張していいと思うんですよね。そして最終的な結論はどうなるかはもう分かんないです。私も分かんないです。だけど最終的な結果っていうのは我々人間の手の中にはないんですよ。神様の手の中にあるんで、そこに委ねていく。そしてこの地上では、最終的に願った通りにならないことはたくさんあります。ですけどそれは聖書によれば最終的に裁かれる時が来る。そこに委ねていくしかないという部分があるわけですね。ですので神様だけが真実を、全ての人の心を私たちが理解できない、奥さんがなぜそれを主張しているのかとか、それも含めて神様だけがご存知なので、その神様に委ねていく。書いてくださった先生、神様教えてください。何が正しいのでしょうか。何が正しいかっていうと、誰に対しても神様に対するように誠実に歩むこと。それが正しいんです。で、争うこと、憎むことは正しいことではないんです。誠実にどこまでも自分の誠実を保つ。そして相手を思いやって相手のことにも配慮していく、それが正しいことなんですね。だから何かを切り捨てたり、分かりやすい方法でバッサリやっていくというよりは、この緊張の中で、この苦しみの中で、それを一つ一つ丁寧に吟味しながら進んでいくということになると思います。その詳しいことはカウンセリングの中でまた一緒に考えていきたいと思いますけれど、今回メールで相談をいただいたので、動画でお答えする形になります。本当にあなたの苦しい、もうどうしようもないというか不安で、もう本当にパニック状態だと思いますので、それは仕方のないことです。でそれを本当に心を鎮めることができるのは神様だけだと思いますので、本当に神様助けてくださいという祈り、それを持って、そして聖書の言葉、今までお話ししてきたことも踏まえて、それを捉えていただければいいかな。それが本当に神様の言葉だけが私の助けですので、そこに信頼して一緒に歩んでいければなということを思います。私もあなたのために祈ってますので、一緒にこの苦しいところを乗り越えていきましょう。はい、ということで今回は心理的児童虐待と責められた夫の相談事例ということでお話をさせていただきました。はい、この動画の概要欄に私の離婚回避の夫婦関係修復の動画講座のご案内や私のウェブサイトのご案内が載せてあります。もっと知りたい、興味を持たれた方はご覧ください。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。